I've got an itch I can't scratch. I'm missing a piece that completes a whole part of me. An open wound started to settle. さあ抜け出した古橋、キーパーの1対1、動きを見て決めてハットトリック。杉本健雄、サンペール、いいボール出し、そしてトップチームに上がるには少しそのあたりが物足りなかったという話が残って、さあ今度は古橋、パクリグ、ドーグラスを左足だ。サンペール、フェイクからもう一度振り回して、グランダーのボール、イニエスタ。先が奪う、セルジサンペール、はい、ね、はい、サンペール、スルーパス、古橋が抜け出してきた、シュート打った、今日2点目。ただ途中から入ったというところで、ハルスは話していた。いや、イタクが足のタックル、サンペールが裏へ、間でサンペール回しかきます。もう回れな、セルジサンペール数的には有利だ。しっかり戦った90分でもありました。裏取った古橋、セルジサンペール一気に古橋を走らせる。そしてようやくハーフラインを越えようというところ、いいにょん。サンペールからさあ古橋、古橋どうか、古橋、おー、ナイスキーパーで、しかしここはゴールが決まりました。古橋なんと3戦連発。小泉のところ、大迫を横へて、イニエスタ。センターバックの間にサンペール、間を通しました。タイミングで縦パスであったりサイドから攻撃、マシカが左のサイド、マシカ仲間から中、セルサンペール神戸からアジア制覇へ戦う選手たち、宮田からのボールになります。セルサンペール、うまいですね。という意図はあったと思うんですがね。そしてユルキは左に出ていますか。そこでポジションチェンジによって相手もやっぱりより掴みにくい。そして山口蛍が抜け、左足ニアに合わせてきた、シュートだ。残した、アイルマシカパスを出す、サンペール強いボール、最後はプッシュ、菊池龍鳳後ろから来た、おー、サンペールポストです。ボーケが回収して、サンペール、サンペール相手をかわして、サンペール、ゴーケインナーラップして、そのゴーケの先、いや、西矢、今うまく入りましたけどね、宮城は。そうですね、うまいですね、もうすぐアクセス、非常によく相手のラインと、あの辺りはマルキもある、今度はサンペールです。アスペの選択難しいかもしれないですね。サンペール手前ところ通して、ブラックに行きました。足出す中村、あー、サンペールうまい。田川止めます、ただサンペールでカット、しかしクリア、逆にカウンターを仕掛けるか、サンペールとしています。赤崎、そのサンペールの横からワイドに展開して、ハーフスペースを狙う石原、ただサンペール、ここで取る、プレスバックして取って、そして古橋、1対1シュートは決まった、先制。相性のいい噂でゴールを決めました。チームでもありますから、そうですね、はい、やはり、まあ、両チーム言えることで、今日幅広く動かしているので、浦和のプレッシャーがなかなか、はい、まあ、一つの守備に対応したポジション取りなのかもしれないですね。そして合計サンペール、いいコントロール、山口蛍に出す、フレントラップ、シュートだ。レイブル一人離して中へ、サンペール余裕があります。うまくボールを逃がして、山口蛍ここでようやく仕掛けた、
セミ3分小泉行くノイズと行くサンペールから裏へのボール、さあ古橋サンペールの長いボール、古橋が狙っている。山口残して、もう一度山口リターンもらって折り返す、ゴール前厚みが出てくると思います。そうですね。そしてこのサンペールロングボール、古橋を狙っている。山口取ってセリさん、はい、ボールですね。イエスタこの儲けのあたりもちょっと浮きますね。裏に抜けた古橋、胸トラップからサンペールから山川、サンペールワンタッチで佐々木を走らせます。山川です。サンペールが拾って一気に古橋へ、ね、さあ古橋